遊ばれやすい。らしいですね。だから本当に、大切にしませんか。遊んでくる男が悪いって思われがちなんですけど、遊ばれやすくしてるのも自分っていうことをまず自覚して、自分が変われば全てが変わるんですよ。じゃあ遊ばれないようにどうするかっていうことなんですけど、簡単に全てを受け入れないことですよね。断り得ない人が遊んでしまうのが、ちょっと私遊ばれたことないんで分かんないですけど、多分断れない人が遊ばれるんちゃうかな。やったら断れない自分は反省して、その経験を生かして次は断ってみよう。多分どんどんいい女性になっていくと思うんで、遊ばれるで止まってる時点の人はこれからも遊ばれます。遊ばれた上で、遊ばれたことを経験に変えて、じゃあ次どのように対策しようまでいける人がいい女です。私です。ありがとうございました。君は俺の心奥底まで響いた。回り見ずに一人傷つき、そこで己脆さに気づき、一目はばからずに涙流して、嫌なことから無理やり羽ばたいて答え出す自分の中で涙流したら。